大石十字者は太陽国の人道支援組織の一つ。国際赤十字赤新月社連盟の一員として事業を行っている。1893年設立。本部はバンコクとパトゥムワン区に所在。大石十字者の設立は1893年のメコン川砂岩の領有をめぐる大仏戦争の勃発に起因している。戦争当時、戦闘で 多くの負傷兵が出たがタイではまだ負傷兵を治療する医療組織を保有していなかった。そこでプリアン・パーサゴー・オームボンが女性志願者を組織してラーマ5世のヒサワン・ワタナー王妃に人道支援組織の設立許可を願い出た。ラーマ5世はこの相乗に関心を示し直興を与えるともに設立資金として44万3716バーツを貸しした。 これにより1893年4月26日、体積従事者の前身となる、ウナーロームデーン社が、サワン・ワタナー王妃の日護のもとで創設された。サオ・ワパー王妃が初代社長に就任し、プリアンが事務局長としての任を負った。その後、サヤー無関従事者と社名を変更。さらに、タイの国号の変更に伴い、現在の体積従事者に解消した。 1920年5月27日、赤十字国際委員会によって公認され、1921年4月8日、国際赤十字赤新月社連盟に加盟した。バンコク・パトゥム・ワン・クラーマ4世通り帝トプラギアット、関4回国際赤十字赤新月社運動の提案に基づき、大赤十字社は、戦時、災害時には、社内の救援、公共衛生局によって、 人道、緊急救援を行う。同局は、国内園各地の公共衛生の改善も担当している。さらに赤十字社は、様々な医療サービス、事前事業を実施している。大赤十字社は、バンコクで1479床のベッドを保有する、大型病院、チュラーロンコー,オーム大記念病院と、チョンブリーケンシーラーチャー群で500床のベッドを保有する総合病院。 サワンワタナー王妃記念病院を運営している。また、サムットプラーカーン県に赤十字社、リハビリテーションセンターがあり、長期療養者に物理療法、リハビリテーションなどの治療を施している。タイ国立血液センターが行っている献血事業は、タイにおける赤十字活動の最も一般的なイメージを形成していると言える。 1952年に設立された血液センターは、血液の処理と供給を担っており、万国及び近郊地域及び全国の147カ所の地域支部を通じて提供している。体積従事者臓器提供センターが1994年から活動を行っており、タイの臓器提供に関する唯一の国家コーディネーター組織として地位を与えられている。さらに、 1965年から体積従事者アイバンクも角膜移植のために角膜組織を提供する活動を全国10カ所の地方事務所を通じて行っている。体積従事者エイズ研究センターは様々な医療施設を通じて人免疫不全ウイルス感染検査及びカウンセリングを行っている。さらに HIV への感染を予防と HIV 感染者の生活の質を 改善していくための啓蒙教育活動を行っている。センターではニーブナット h i v オランダオーストラリア対共同研究プログラムに基づく国際 HIV 共同研究に参加しており、HIV と共に生きる人々に様々なサービスを提供している。サオアパー大引年研究所では、対国内商品用に BCG ワクチンと狂犬病ワクチン、 高蛇毒血清の製造を行っている。狂犬病予防注射も行っている。さらに研究所所有のスネークファームは、社会教育のために、一般人、観光客に開放されている。大積十字社看護大学は、タイにおいて看護師の専門教育を行っている、拠点機関の一つ。さらに、チュラーロン高音大記念病院は、この看護大学とチュラーロン高ン大学医学部の、 研修病院でもある。体積従事者児童ホームは、チュラーロン高音大記念病院に捨てられてしまった子供たちの世話をし、再び家族に戻したり、養子先を紹介するなどの活動を行っている。ありがとうございます。